はあ、今日はな、本日発売の最新パック、ワールドプレミアパック2021を開封していくぜ。今回はいつもの名前、エクストラパックみたいな海外の新規カードが日本に上陸するやつなんだが、注目はやはり絵札の三重子の強化カードだぜ。ジャックスナイト、キングスナイト、クイーンズナイトな、その3体のやつがな、かなり出しやすくなるからな、はあ、ぜひとも当てていきたいぜ。さらにな、ブラックマジシャンやブルーアイズを強化するカードも入っているから、はあ、そいつもぜひ狙いたいぜ。早速開封していくぜ。はあ、というわけで早速開封していくぜ。今回もブルーアイズのカードをぜひ引きたいぞ。がー、楽しみだね。今回もルールは闇のゲーム方式。カードを開封していって、合計金額の高いデュエリストが勝利だ。勝者にはこの、はぁ、うまそうなパイを、キングオブデュエリストの証としてくれてやるぜ。なかなかいい匂いがするぞ。がぁ、ぜひとも食いたいね。さあ、行くぜ。まずは1ボックス目、ドロー。ドロー、ほぁ。ミュートリア、これ神速召喚、神を召喚するやつ。ミュートリアということで、こいつは新テーマだな、海外の。サイキック族。このカードが召喚、特殊召喚で成功した場合、デッキから被験体ミュートリア以外のミュートリアモンスターをサーチ。このカードを生贄に、手札または自分フィールドの表外表示のカード1枚を除外して発動できる。除外したカードの種類により以下のモンスター一体を手札デッキから特殊召喚する。モンスターを除外するとミュートリアルビースト、魔法だとミュートリアルミスト、トラップだとミュートリアルアームズということで、自分のカード2枚を使うことになるがデッキからリクルートできるわけか。基本となるカードだ。いいぞ。差し違いということでね、マグネットの神経、ホキングスナイト。まだまだ行くぜ、トロー。クイーンズナイト。真の光、これは、真の光。自分の手札墓地からブルーアイズ1体を選んで特殊召喚できる。同名カードが自分のフィールド墓地に存在しないブルーアイズホワイトドラゴンのカード名が記された魔法トラップカードをデッキからフィールドにセットする。自分のモンスターゾーンのブルーアイズは相手の効果の対象にならない。なるほど。そして魔法トラップゾーンのこのカードが墓地に送られた場合、フィールドのモンスターはすべて破壊する。まあ、ブルーアイズ版の永遠の魂という感じで、はぁ、かなりね、毎ターンブルーアイズを特殊召喚できたり、強力な耐性を持たせることができるぜ。ブルーアイズのカードを引くとはなかなかやるな。アルカナナイトジョーク。がぁ、やはり狙い目はシークレットレアのカードなんでね、結構今回シークレットの種類が多いということで、シンセシスミュートリアスということで、ミュートリアスの融合モンスターだね。ミュートリアモンスター2体。このカードが融合召喚に成功した場合、フィールドのカードを破壊する。相手が効果を発動した時にこのターン表側表示のこのカードは、その効果及び同じ種類の相手の効果を起きないということで、まあ相手がモンスターの効果を使ったらそのターンでモンスターの効果を受けないということでかなり強力だね。まあでもこの効果の発動に遅延してあれだね。さらにモンスターをやられたら、はあ、普通に破壊されたりするからそこは注意が必要だね。融合召喚したこのカードが相手によって破壊された場合、除外されているミュートリアカード1枚を手札に加える。まだまだ行くぜ、ドロー。クイーンズナイト。まだまだレアカードは眠っているというわけか。融合コール、ドロー。ウルトラの A、究極体ミュートリアスということで、サイキック族、レベル8以上のミュートリアモンスター3体。カードの効果が発動したとき、その効果と同じ種類のミュートリアのカードを、自分の手札墓地及び自分フィールドの表側表示のカードの中から1枚を除外する。その発動を無効にして除外する。なるほど。融合召喚したこのカードが相手によって破壊された場合、除外されているミュートリアのカードの3種類を1枚手札に加えることができる。まあ、さっきのね、なんか無効にするやつと似たような感じだが、まあ、なんかアルカナナイトジョーカーみたいなね、同じ種類のカードを捨てて、まあね、無効にできるみたいな、結構ね、制圧系みたいな感じか。がぁ、なかなか厄介なモンスターだね。はぁ、そろそろシークレットレアが出るか。はぁ、これは、妖楽帝下ペリアリス、植物属シンクロモンスター、レベル7。
このカードの攻撃力はこのカード以外の自分フィールドの植物属モンスターの数 ×400 ポイントアップ。自分メインフェーズに手札墓地から、このカード以外のレベル5以上の植物属を1体特殊召喚できるぜ。ふーん、シークレットレア、ふーん、低いのは俺だ。なるほど。が、残り少なくなってきたからね。1ボックスに1個ぐらいは入ってると思うんだけどね。ドロー。さあ、残り3枚。多分どっかにシークレットレアが入っているからな。これで引けるかで、大きく流れが変わるぜ。さあ、行くぜ、ドロー。ふーん、確率は2分の1。どれを引くか。ドロー。ふーん、ふーん。ドロー、ほー、きつー、ほー、ふーん、インペリアルバウアーのカード。自分フィールドに他のモンスターが存在しない場合、このカードを生贄に、デッキからクイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトのうち2体を手札に加えるか特殊召喚できるということで、絵札の三重視の強化カードだ。ふーん、シークレットがなかなか美しいぞ。しかしあんまり絵札カードが出なかったから、はぁ、まぁ1枚は引けてよかった。がぁ、まぁね、まだレアカード入ってる可能性はあるんでね。諦めずに行くぜ。1ボックス目の結果だ。ふーん、やはりな、こう、インペリアルバウアーのシークレットを引いた。俺が圧勝というところか。がぁ、なかなかやるね。はぁ、俺も結構な、真の光を引けたから、まだまだゲームはわからないぜ。2ボックス目行くぜ、ゾロー。ふーん、このまま勢いに乗って全速前進だ、ほーふん。がぁ、まだまだ一発逆転はあるからね。オークライバシロレオスということで、オークライのね、ウルトラレアカードだぜ。このカードが手札墓地に存在し、自分の戦士族、地属性モンスターが戦闘で破壊された時に、このカードを特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールドから離れた場合除外される。自分の戦士族、地属性モンスターが戦闘を行った自分が相手のバトルフェーズに、自分フィールドの全てのオークライモンスターの攻撃力は200ポイントアップする。このターン、このカードは直接攻撃できるということで、まあ、戦闘をね、まあ、ウォークライっていうぐらいだから、戦闘を返してね、まあ、いろいろやっていく感じだが、ちょっとなんか今んとこ物足りない感じだけどね、まあ、直接攻撃は強力だが、ふぅ、どんな感じなんだろうね。はぁ、あ、ウルトラレアとはなか、クイーンズナイト！ふぅん。ふぅ、増援部隊。ふぅ、戦士族モンスターが戦闘を行うときになるほど、切り込み隊長的なやつ。ふぅ、ザ・ロック・オブ・ウォーク。がぁ、なんかこのボックスは俺が勝てる気がするね。はぁ、それはどうかな。ふーん、ウォークライブイント。ふーん、なかなかいいカードだぜ。うっす、シンクロか。ドロー。はぁ、シークレットの、はぁ、弱楽帝かペリアリスだ。はぁ、綺麗だぜ。ふーん、シークレットが早々に登場したが、ちょっと絵札カードが欲しいところだ。が結構なんかね、同じ店で買うと内容偏ったりするからね、あんまり絵札カード出ないと悲しいね。はあ、だが俺は信じるぜ。はあ、何儀式。サイコレイザー、はあ。エクストラデッキから特殊召喚された相手フィールドのモンスター1体を選んで墓地に送る。その後、墓地へ送ったモンスターの元々の攻撃力と守備力、高い方の数値分相手がライフを回復するということで、はあ。まあね、コストなしに除去できる強力なカードだが、代わりに相手のライフを回復してしまうぜ。はぁ、ライフの差がつくことでな、なんかいい感じに働くカードと合わせて使いたいところだ。ふーん、こうなったらもうウルトラレアに期待するしかないぞ。がぁ、ちょっとブラックマジシャンのね、サーチするやつ、あれが結構ね、強いからね、ほっとこれは、おっと、アルカナトライアン浮上か、これはなかなかいいね。絵札の三重視の新規カードだぜ。このカードが手札墓地に存在する場合、手札及び自分フィールドの、まあ、絵札の三重視を1体ずつ墓地へ送り、このカードを特殊召喚する。このカードの攻撃力は互いの手札の数 ×500 アップ。手札を1枚捨てて発動。捨てたカードと同じ種類の相手フィールドのカードを全て破壊するということでね。がぁ、まあ、レベル10ということでね、オシリスみたいに手札を参照して攻撃力を上げるからなかなか強力じゃないかね。破壊効果もなかなかアグレッシブだぜ。さあ、残り3枚。なんか1枚ぐらい、レアカード入っているはずだぜ。これは、ミュートリアルビースト。2、4、6、レベル8モンスター。
このカードはミュートリアカードの効果でしか特殊召喚できない。一旦に一度しか使用できない。このカードは相手モンスターの効果の対象にならない。相手が魔法カードの効果を発動したとき、自分手札フィールドからこのカードを除外して発動できる。その発動を無効にし除外する。このカードが相手によって破壊された場合、除外されている自分のミュートリアトラップカード1枚を手札に加えるということで、モンスターの効果の対象にならないからな。モンスターの効果の対象にならない上に魔法カードに対してな、無効効果を持っているから、トラップカード以外にはね、かなり強く立ち回れるぜ。このモンスターと魔法とトラップという、まあ、それぞれ効果があるからな。はぁ、そういう感じの、はぁ、テーマなのか、ミュートリアルは。ふぅ、レアカードすでに引かれてしまってが、まあ、1枚ぐらい入っている可能性もあるし。あぁ、クイーンズナイトのか、インペリアルワーワーのカードだね。がぁ、こいつも2枚目、なかなかデッキから特殊召喚できるいいカードだね。2ボックス目の結果だ。なんか思ったよりな、このペリアリスがいい感じだったからな。はぁ、いい感じだぜ。ふぅ、俺はちょっと引けてないが。がぁ、まあ俺も結構引けたんでね、まだまだわからないね。さぁ、3ボックス目に行くぜ。ドロー。はぁ、ようやくて、ペリアリス3枚目だぜ。ふぅ、なかなか縁があるな、3枚目とは。はぁ、4枚引いちゃう可能性もあるが。ああ、まあ、そん時はそん時だね。おっと、シークレットリア、おっと、ミュートリアス。はあ、ちょっとブラックマジシャンのウルトラレアカードが欲しいぜ。ふーん、あれは結構イラストもいいからな。ふーん、コレクション用にも一枚持っておきと。ふーん、ウォークライ、ふーん、シク。ふーん、ウォークライ。ああ、なかなかちょっと絵札のカードとかも出ないね。まあ、なかなかそういう時もあるからね。はあ、元気出そうぜ。ふーん、まだ逆にシークレットであれが出たということは、ウルトラは違うカードが入っている可能性が、ふーん、真の引かれ、ふーん、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンということで、ブルーアイズを蘇生できるナイスなカードだ。ガーさん、もう一枚のウルトラリアは何が入っているかね。はぁ、今度こそブラックマッシャンのカードが引けると、俺は信じているぜ。ちなみに魔法カードだ。ふーん、ウルトラレアは俺が引いてみせる。ふーん、魔法カードが、ふーん、魔法カードだがちょっと違う。ガーハちょっとじゃあそろそろ俺が、お、これ魔法カードで、そしてウルトラレアがまだ出てないということでね、これは来ちゃうかも。おーほーん、大融合だね。おっと、ミュートリアが入っていたぜ、スーパーレア。おっと、見逃すとこだったね。さあ、この3つのうちの1つに、多分ブラックマジシャンガールの、ウルトラレアカードが入っていると見たと、ふーん、ドロー。多分入っている。俺の勘はよく当たるからな。ドロー。ふーん、ミュートリアス。ふーん、なかなかいい勘をしているな、ユーク。ガー、もうこれはミュートリアデッキを組むしかないね。3ボックス目の結果だ。ふーん、シクを引けたし、真の光も引けたから、ふーん、これで俺が一歩リードか。ガーハ、まだわかんないね。最後1ボックスあるからね。はぁ、最後の1ボックスに勝負をかけるぜ。さあ、ラスト1ボックスだぜ。はぁ、ちょっと今までパッとしてないからな。このボックスは当たりな気がするぜ。はぁ、ジョーカーズナイト。はぁ、いきなり、はぁ、幸先がいいぜ。デッキから三重種のカードを墓地に送ることで、このカードを手札から特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したこのカードはエンドフェーズまで墓地に送った三重種と同盟カードとして扱う。自分は相手のエンドフェーズに、このカード以外の自分の墓地の戦士族、光属性モンスター1体を対象に、そいつをデッキに戻し、このカードを墓地から手札に加えることができるぜ。はぁ、まあいろんなね、ジャックにもクイーンにもキングにもなれる、ジョーカーという感じのカードだ。ふーん、1枚目から流れを変えりとは、さすがだと言いたいが。がぁ、こいつは俺たちも期待ができそうだね。さあ、シークレットでな、大物を当ててやるぜ。ふーん、ドロー。ふーん、クイーンズナイト。ふーん、インペリアルバウアーということで、ふーん、3枚目。ガーハ、まあ、絵札のカードが出てるということでね、こいつは俺もいいのが出るかね。はあ、まだまだ行くぜ。ふーん、ドロー。ふーん、サイコイレーザー。ガーハ、じゃあちょっとシークレットを期待しちゃおうかね。ウルトラもまだまだあるんでね。ドロー、おっと、アルカナナイトジョーカーのシークレットということで、なかなか美しいね。ふーん、綺麗だね。はぁ、このカードはな、絵札の三重子尽くしだ。はぁ、ふーん、となればあのカードも引けるか。はぁ、まあウルトラのね、ブラックマジシャンもそろそろ欲しい。ふーん、ジョーカーズワイルド。ふーん、さらに、絵札の三重子カード。
自分が相手のメインフェーズにデッキからクイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトに関する不満魔法カードを墓地に送り、この効果はそのカードと同じ効果となる。そして自分が相手エンドフェーズに墓地の戦士族光属性モンスター1体をデッキに戻し、このカードを手札に加える。まあ本当ジョーカーということで、これは魔法カードのバージョンという感じだが、ウルトラレアがね、何が出るかだね。おっと、アルカナトライアン浮上か。あと2枚目ゲット、いい感じだね。これはほんと絵札ボックスだぜ。そしてラスト3パック、このドローで俺の運命が決まる。ドロー、ふーん、1枚ぐらいレアカードが入っていると見たけど、ドロー、がー、残り物に服があるかね。なかったね。4ボックス目の結果だ。ふーん、俺は結構枚数的にも内容的にも悪くないな。はあ、俺もジョーカーズナイトを引けたからな、悪くないだ。ガー、俺はね、結構宿を引けたからね、アルカナナイトジョーカー、トライアンフジョーカーもね、さあ結果が楽しみだぜ。最終結果だ。最も合計金額が高かったデュエリストは、俺だー。いやー、ありえない。ふーん、マリクは敵ではなかったが、遊戯、さすが俺が認めたデュエリスト。なかなかの接戦だったが、ふーん、やはり真の光、ブルーアイズが俺を勝利に導いたと言えるか。というわけで、このパイをな、キングオブデュエリストの証としていただいていくぞ。ふーん、いただきます。これね、こう、お菓子屋さんみたいなところで買ったんだが、ふーん、とおかず系のパイという感じで、ほんとスイーツと思ったんだけど、ふーん、こう、お会計してる時にね、気づいたんだが、ハンバーグパイという名称でな、ふーん、ハンバーグの形をしてるパイかなと思ったら、ハンバーグが入ってるパイだった。まあ、これはこれでうまいということで、ふーん、もうちょっと温めてもいいか。パイは焦げやすいからね。こういうわけで、俺はこれでターゲン。ハンバーグって感じだと。おかずだね。